意地、ワルバーさんは、長谷川町子による日本の4コマ漫画作品、毎日新聞社発行の週刊誌、サンデー毎日において、1966年1月2日後から1971年7月18日後まで、意地ワルバーさんの表題で連載された。サザエさんと共に、長谷川町子を代表する作品の一つであり、複数回にわたって、テレビドラマや、 テレビアニメ化されている。主人公は漫画の作中でも、イジ・ワルバーさんと呼ばれることが多いが、本校の文中では設定上の本名である、一割わの名を用いる。アメリカの漫画家、ボブバトルのイジ・ワルじさんというイジワルなおじいさんを、主人公とした作品が、1956年から1962年まで、文芸春秋の雑誌、漫画特本に翻訳連載されていた。 これに触発されて誕生したことを作者の長谷川はサザエさん打ち明け話などで語っている。イジ・ワルバーさんの作中でも石が旅行先のイギリスで本家のイジ・ワルジーさんらしき人物と遭遇するエピソードがある。当時の長谷川は朝日新聞のサザエさん連載と並行してサンデー毎日でエプロンおばさんを連載していたが双方の作品に共通する。 ヒューマニズム色の強い作風に飽きを感じていた。そのような中で、サンデー毎日の1965年新年号に8ページの漫画を依頼され、執筆したのがイジワルばあさんである。主人公を女性に変更したのはイジワルじいさんを読んで、おばあさんの方がぐっと迫力あるのになぁという感想を持ったことに由来し、反響を見て連載を依頼しに来た。 サンデー毎日の編集長と話し合った末、1年後の1966年に連載を開始した単行本の初版は、サザエさんのそれよりも発行部数が多く、読者の側もまた、ヒューマニズムにあいた人が多かったのだろうと、作者はサザエさん内訳話で述べている。昭和40年代にして、高齢化社会並びに、老人介護の問題点を取り上げた話も存在する。 医師自身、たびたび老人介護施設の職員やヘルパーを相手に、維持役を仕掛けている。また、本作では俗に、サザエさん時空と呼ばれる、登場人物が年を取らない方式ではなく、石の長男の子供たちが連載。日本国外では、講談社インターナショナルから、グラニーミスチーフというタイトルで英語に翻訳、出版されて、人気を博した。出版の際には、一部のコマが、 左右反転されている。テレビドラマやテレビアニメ化された中でも特に青島幸男主演のテレビドラマは当たり役となり人気が高かった。ただし、長谷川はアニメのサザエさん同様テレビでの登場を心よく思っていなかったらしく、漫画作品とは別と考えており、あれは青島幸男による陳太おばあさんですと述べている。漫画でも青島幸男が演じる 肌の立つを、リー氏が批判するエピソードがある。ドラマ、アニメともに DVD などの映像ソフト化は、一切行われておらず、CS での再放送も実施されていない。本作の表題は、サンデー毎日での連載時には、いじワルばあさんと、漢字で表記されていたが、姉妹社から単行本が発売された際に、いじワルばあさんと、ひらがなへ改められた。 テレビドラマのうち青島幸男が、旗の立つの役名で主演した2作品は連載版によって、イジ・ワルバーさん。その他の実写作品とテレビアニメ2作品はいずれも単行本によって、イジ・ワルバーさんを正式な表題としている。以下は、原作漫画の設定であり、ドラマやアニメでは、名前や家族構成が、作品ごとに異なっている場合がある。一割1本作の主人公。 数々の維持悪やいたずらで人々を困らせるのが生きがいの老婦人。維持悪の対象は家族や知人、通行人など見境なく、家族や町の人々からは非常に疎ましく思われている。家族や知人から善意を向けられることも少なくはないが、医師はそれをないがしろにする態度をよくとる。本人は子供と動物には寛大と自負しているが、 実際は動物には優しいが子供に対しては容赦ないところがある。石の維持役は他人を不愉快にさせたり、自らの利益を目的として行うものがほとんどである。しかし、時には工事現場の作業員のベルトをハサミで切って、ズボンが落ちるようにしたり、バナナの皮で転ばせた女性のスカートをずらしたり、するなどのセクハラにつながる行動になったり、また時には維持役を通り越して、 犯罪同様の行動になったり、裏目に出て、人助けにつながったりするなど維持役の結末のバリエーションは豊富である。また、自分が維持役をする前に、他人の意地悪にあったり、仕返しをされたり、維持役をしようとして自分がひどい目にあったり、後悔や反省することもある。飼い犬に人間への維持役を仕込んだり、子供にお立ちを与えて、維持役の代役を依頼することもある。時には、 自分からいいことをしようとして、電気やでバイトをする苦学生の青年を気遣うなどの正義感を垣間見せることもあり、窃盗や密行などの犯罪行為を未然に防いだり、犯罪者を発見する仕掛けを仕込んだりと活躍する。もっとも、これらの行為の目的は、犯罪者を屈服させたいという自身の優越のためであることも多い。夫とは、結婚から20年余り連れ添った後に死別。 夫は、石曰く、家庭を帰り見ない、関白亭主であったようだが、当時を知る関係者からは逆に石の共済ぶりが、語られている。普段は長男である純一の家族と生活しているが、家族は、石の意地悪に悩まされているため、次男茂と三男年明の家庭に回されたり、老人ホームに預けられることもあるものの、長続きすることはなく純一の家庭に戻っている。 無神論者だが神社や寺院によく参拝しており、時には教会でこれからする予定の維持役を含めて残悔を行うこともある。建国記念の日に大反対だが、同年代の男性たちとの交際も多く、ボーイフレンドたちとデートを楽しむこともあるが、彼らが浮気をした際には容赦なく、仕返しをしている。その際には通常 50kg は、 あるマンホールの蓋を持ち上げるなど、常人離れした力を発揮することもある。また、あるおじから好意を寄せられて、エリーゼのためにノーオリゴールをプレゼントされるが、曲名を知らなかったために、彼の愛を受け入れなかったことがある。年齢は、連載時の年代や回想シーンで、結婚的霊期に結婚、出産したことから推察すると、明治20年代生まれの75歳くらい。また、 娘時代に女学校に通っていたことや、女性が住み込んでいるような家庭で育っていることから、裕福な生まれのインテリ女性であると考えられる。これに加え、血縁関係者たちも皆社会的地位、収入の高い職業についていることから、庶民的なサザエさんよりも長谷川にとって、自分の境遇に近く執筆しやすかったと考えられる。一度は交通事故にあった。 さえの臨死体験で地獄に行ったが、罪人を懲らしめていた鬼を手ぬるいと金棒で殴るなどの暴れようで手を焼いた縁間大王に、このばあさんは地獄では預かりかねると言われて現世に戻され、息を吹き返している。一方では、デパートの清掃員に親切で500円を渡して、天に善光を積んだ木は天国から見ていた神様は、 天国の入り口に来たら500円払って追い返すよう部下の天使に指示している。天国に行けば追い返され、地獄に行けば蘇生するため不死であるとも捉えられる。また、通りマニア、大抵の人間は石の意地悪に引っかかっているが逆に騙し返したり、道を聞いた時石が方向を教えると逆方向に行ったりするなど、石の意地悪に警戒する人も多くなっている。なお、本名は連載後半に、 夫の墓石や表札で、一割生が明記されるようになったのと女学生時代の、回想で、お味しさんと呼ばれていることによって判明したが、連載前半では名前を呼ばれることはなくもっぱら、いじわるばあさんと呼ばれていた。そのため、連載中に放送開始された読売テレビ版のドラマ、いじわるばあさんでは、旗の立つ、その実質的なリメイクのフジテレビ版、第二作、いじわるばあさんが、 はたの立つ、富士版ドラマ第一作が、強、ユートブ版アニメが、原のたつと、それぞれ異なる名前とされている。ただし、富士版アニメと金曜プレステージ版ドラマでは原作に、即して、一割医師に統一された。一割順に遅刻の長男、医師の維持役の主な被害者、中流以上の比較的裕福な家庭を築いている。医師のことを家庭で養っているが、家族全員が、 石のことをうどましく思っている。54歳のサラリーマン、道子との間に、次男かずめ、死んだ父親からの遺言で、中人口を信用するなと言われたため、妻とは恋愛結婚している。そのかいあってか、道子との仲は、基本的には良好であるが、ホステスと浮気をしている様が、石の反射テストなどで明かされその度に、道子にひどい目に合わされる。あだ名は、サンタ、1割、 みちこじ一の妻。純一同様、石の維持役の主な被害者。石の見ていない場では、純一とラブラブな一幕を見せることも、度重なる維持役から、石のことをうどましく思っているが、それでも石に好意的に接する一面もある。純一の子供たち高校生、大学生の長男、高校生、社会人の長女、小学生の次男の二男一女。 原作では三人とも名前は特に出てこないが、富士版アニメと金曜プレステージ版ドラマでは、長男が誠、長女がサナエ、次男が務むとそれぞれの名前が設定されている。彼らも孫でありながら、石の維持役の被害者となることが多く、石との仲はあまり良好とは言えない。長男は高校在学中、石に唆そそされて二人で、成人映画を鑑賞したことがある。次男は、 石から、維持役の下請け名目で、おだちんをもらって、ピンポンダッシュを代行するのをはじめ、アニメ第二作でも、石と行動を共にすることが多くそれなりに、仲が良い、ラッシー一割家の飼い犬。名前こそ有名な、名犬、ラッシーと同じだが、犬種はコリーではなくおそらく雑種。石に意欲く懐いており、石の維持役をアシストしたり単独で、維持役を仕掛けたりする。得意の維持役は、 自動車の前に飛び出し、跳ねられたふりをして、動物病院に運ばせ到着した途端に走り去って、いくというもの。この他に、猫と名付けた大型の犬も一度だけ登場している。アニメ第一作では、ペケという、名前の犬が登場している。一割リシュゲル石の次男、開業医、石の息子たちの中でも特に裕福そうな生活をしているが、石には、 外来患者の少ないことをぼやかれている。順一から石を預かることもあり、その際には石が家庭や病院内でお構いなく維持役を働くことから頭を悩ませている。それでも体調が悪そうな石を診察したりするなど石のことを心底嫌っているわけではなく、石も深夜に休館が出たりと休む間のない開業医の辛さを思いやってシュゲルを心配したり、シュゲルが 看護師から嫌がらせを受けたときは、その看護師に仕返しするなど、しゲルのことを思いやる場面がある。病院の設立資金は、妻の実家に出してもらっており、妻に頭が上がらない、教材かな上に看護師たちからも軽くあしらわれている。19歳のときまでおねじょをしていた、脱税の疑いで国税局の査察を受けたことがある。しゲルの妻、しゲルの病院の設立資金は、 彼女の実家から出ているらしく、裕福な家の出身らしい。夫は彼女に頭が上がらず、夫に嫌味を言う場面が見られる。石を家で預かっている時期には、石の意地悪に被害に遭う。金曜プレステージ版では、純子という名前になっている。一割、年明け石の三男、漫画家、妻とまだ赤ん坊の子供がいる。漫画家としての腕は確かなもので、週刊ケメコや、習慣、 ミーちゃんに連載を持っており、年秋の4コマ漫画を読んだ石は大笑いしている。淳一やしュゲと比べれば、石に甘える一面を見せたりと石のことを嫌っている。様子は少ないが、それでも、淳一とシュとと共に、石の押し付け合いをしている。金曜プレステージ版では、名前のみ登場している、年秋の妻若々しい外見。石のことを、そこまで嫌っている様子はなく、石の方からも、 直に維持役を仕掛けられることこそ少ないが、虫がつかないと評されている。石の四男名前は不明。新婚であり、新妻と共に顔を出したが、登場は一回のみ。金曜プレステージ版では、高志という名前で派遣社員をしており、妻も舞子という名前にされ、しかも父はまだ自身が、石のお腹の中にいる時に死去したために、父のことも全然知らないという設定になっている。 石の妹名前は不明。猿学校の事務長をしており、入試結果発表に不合格者の番号を貼り出して、合格と勘違いした当人たちを一点絶望に陥れるなど、姉譲りの意地悪。その際、周りの人間から、意地悪ばあさんの妹ということが語られており、石の知名度が高い様子が伺える。石の亡き夫が出生する際に、君を選べばよかったと言われたことで、それ以来、 生涯独身を貫いているということを語っているが、実際は人に言えない、恥ずかしい病気持ちで、それが原因で結婚相手が現れなかったと、姉から暴露されている。石の夫名前不明。戦地から復員した後、ほどなくして死去したとみられる。石曰く、大酒飲みの博打好きで芸者遊びに興じるダメ男で、自分は、夫が自身の悪さに目覚めるまで、 非常に苦労したと語っている。しかし、淳一と妹は、意地悪さゆえもらい手がない石を嫁入りさせるために、石の両親が中央堂を説得し、その意地悪な性格を教えられないまま、石と結婚することになってしまい、意地悪に泣かされたと明かしている。盆の日に、石が夫について、浮気者の大酒飲みで家で暴れられたと怒っている。時、淳一が、お盆だからとなだめている。 その頃地獄では、石の夫だけが、この世へ帰らず、閻魔大王と将棋をしているというエピソードがある。その際、閻魔大王から、お前だけは盆に、シャバへは帰らんのうと言われている。また、石は、夫の命日になると、のり巻きやショートケーキ、バナナなど夫の嫌いだった食べ物を、わざわざ仏壇に備えている。石の両親名前不明。石を女学校に通わせ、 自宅に書生を住まわせると、金持ち。だが、石の意地悪に悩まされ、結婚すれば落ち着くのではないかと考え、書生と結婚させようとするが、それを察知した書生から逃げられ、やむな石の追い作中では少なくとも三人の追いが登場しているが、いずれも名前や血縁関係は不明。一人は、おばあちゃんの血を強く引いている娘を持つが、登場は一回のみ。別の追いは、 政治家志望で参院選に出馬している。また、この二人とは別の老いが雪山へ、スキーに出かけたことを話題にしているエピソードがある。石の老いの娘前述の老いの娘で、石は大場にあたる。誘拐された際に、老いからおばあちゃんの血を強く引いていることを理由に、犯人の方が無事では済まないのではないかと、心配された通り、自力で犯人を撃退していた。 老いと同様に登場は一回のみ、小川八重一割家の近所に住む老婦人で、石にとっては同年代の茶のみ友達だが維持役の被害に遭うことが多く、縁談をぶち壊しにされたこともある。そのため、石とは絶好と仲直りを繰り返している。維持、悪爺さん石の悪評を聞きつけて対面した老紳石、イギリスで遭遇した本家とは異なる。何わぬ顔をしてカエルを踏みつけるが、 石は子供と動物には寛大だと反発を見せたところ、そのカエルはおもちゃで度量を試していたと明かして石と意気投合する。漫画での登場は一度きりだったが、富士版アニメでは何度か登場して石と意地悪比べを繰り広げた。原田石が女学生だった頃、実家に住み込んでいた女医石は片思いされていたが、東京帝大の学生から求婚されたのを見て、 身を引き田舎に帰って行ったかのように語っているが、実際は、行き遅れを心配した石の両親から嫁に押し付けられそうになったので、慌てて田舎に逃げ帰ったというのが真相であった。実在の人物作中には実在の人物が登場しており、中には石の維持役の対象になることもある。以下の人物が被害に遭っている。ドラマ版の主人公、畑野達を演じる。 青島幸夫が登場した回については、当該項目の概要を参照。他作品のキャラクターイギリスを旅行中に、本家のイジワルジーさんらしき人物と遭遇したのをはじめ、何度か他作品のキャラクターが登場したことがある。最初の単行本は1966年から1972年にかけて、姉妹社から全6巻が発売された。第巻の発刊時に、初めてイジ ワルバーさんとひらがなの表記が使用されている。1993年に姉妹社が解散した際に、他の長谷川町子作品の単行本は多くが絶版となったが、本作とより抜きサザエさん全13巻は財団法人、長谷川町子美術館が当面引き継いで刊行する方針が表明され、朝日新聞社が新たに発行を引き受けるまで、館内限定で販売されていた。 その後、1995年11月に、サザエさんと同じく朝日新聞社より、朝日文庫全員4巻が出版された。ただし、文庫版では、作品の一部が裏表紙に書かれているなど、姉妹社版とは、内容、配列に異動がある。1998年には、朝日新聞社館の長谷川町子全集、第24巻25巻にも再録された。文庫、 全週版とも朝日新聞社の出版部門を分社して2008年に発足した朝日新聞出版から観光が継続されており、同社では2013年から2014年にかけて、姉妹社版を復刻した全6巻の単行本も発売している。なお、朝日版では、文庫、全集、復刻版とも姉妹社初版4巻56ページの、アフリカ探検登録巻38ページの、 追いを取るの2編は収録されていないほか、刊末には、現代からすれば、不適切な表現が含まれますが、作品のオリジナリティを尊重してそのまま収録して、おりますとの断り書きが書かれている。姉妹社、朝日新聞出版の3巻と文庫版2巻、全集版1巻の刊末には、意地悪。短編として、意地悪缶オフ、意地、悪クッキー、 漫画幸福論の3作品が掲載されている。このうち、イジワルカンオフと、イジワルクッキーは、イジワルバーさんと、同じく月曜ドラマランドで実写化された、B6 版。朝日新聞出版から刊行された、復刻版では、書出時のカラーに色ずり原稿が復元されているのを、はじめ、大半が単行本未収録であった、いじわるばあさんクイズや、作者の手による、 自賛一地悪ばさんなどのページが追加されている。箱入りの全館セットも発売。文庫、全集とも2008年以降は、朝日新聞出版が刊行を引き継いでいる。朝日文庫版全館とも1995年11月1日、発行。 ISBN4 から02から26万996から6 ISBN4 から02から26万997から4 ISBN4 から02から26万998から2 ISBN4 から022609990 02 02, 長谷川町子全集第24巻25巻初集46版箱入り 1998年3月24日、初版 ISBN4 から02から257,094から6998年4月22日初版 ISBN4 から02から257,095から4、後段者インターナショナルから発売された、英語版、グラニー・ミスチーフの日本語大役。英訳は、ジュールス・ヤング、ドミニック・ヤング。 2001年11月16日初版 ISBN4 から7700261452002年3月8日初版 ISBN4 から7700261532002年5月17日初版 ISBN4 から770026161イジワルバーさんカルタは数少ないキャラクターグッズとして姉妹社から1976年に発売されたカルタ 姉妹品のサザイ・サンカルタシリーズに比べて札のサイズが大きくなっている。長らく絶版で入手困難となっていたが、コラムニストのプルボン小林が気に入って2012年3月20日放送の TBS ラジオ小島慶子キラキラで紹介したことから評判となり、2014年に赤ちゃんとママ社から復刻版が発売された、長谷川町子美術館監修による維持。 バルバーさん手引き書付属。本作を元にしたテレビドラマは合計四本制作されている。九百六十七年から九百六十八年に読売テレビ制作、日本テレビ系列で放送。主演は青島ゆきを、古今定身馬、高松茂雄、役名は畑野達。九百七十一年にフジテレビで放送。主演は藤村有宏、役名は 1981年から1982年に、フジテレビで放送。主演は、青島幸夫。役名は、畑野達。レギュラー放送終了後も月曜ドラマランド枠などで、スペシャル版が作られた。2009年から2011年にフジテレビ、金曜、プレステージで、スペシャルドラマとして散策放送。主演は、市原悦子、役名は、市割石。 上記のうち1と3はイジワルバーさんを参照のこと。藤村有博主演版のドラマ、イジワルバーさんは、フジテレビ系で1971年10月12日から12月28日まで、毎週火曜日21時21時30分に放送された。本作は他のドラマ版と違い、芸術座からの公開録画となっている。主演の藤村は、本作以前に、 同じ長谷川町子原作のドラマ、エプロンおばさんの日本テレビ版で、主人公の四季金なしを演じていた。主人公の名前こそ異なるが、長男夫婦の名前は原作と同じで、設定上は、読売テレビ版よりも、やや原作に近くなっている。ユート t 版の完結から2年振りの登場で、フジテレビ制作としては、第一作となるが同日放送の、ゲバゲバ一座のちょんまげ90分。 に人気を取られたためユート t 版ほどヒットせず3ヶ月で終了した。本作を最後にフジテレビ歌謡21字枠のドラマは長期の中断に入り、次にこの枠でドラマが放送されるのは25年後、いわゆる非急の第一作となった1996年4月16日開始の醜いアヒルの子からである。レギュラーの中には後年、アニメ版キャプテンで主演した。 和栗正明がいた。キャスト、編集サブタイトル、編集、市原悦子主演版のドラマ、イジワルバーさんは、2009年から2011年に、かけて、フジテレビ系の金曜プレステージ枠で3作が放送された。1999年に、青島幸男主演の最終作、イジワルバーさんリターンズが放送されたのを最後に、本作以前の映像化作品では、 ドラマアニメを問わずすべて男性の俳優もしくは声優が主演していたので、市原は、イジ・ワルバーさんを演じた史上初めての女優になる。複数話のオムニバス構成であり、オープニングや話のつなぎでは、ドラマ用に新規作成された、イジ・ワルバーさんのアニメーションが挿入され、杉並児童が師匠団が歌うフジテレビの1981年版、主題歌、 イジワルバーさんのテーマの更新曲風アレンジが挿入歌として使用された。金曜プレステージ版では、少子高齢化社会や振り込め詐欺などの制作時を反映した社会問題を取り入れるなど、コメディだけでなく社会派ドラマの要素が盛り込まれている。スタッフ、編集キャスト、編集イジワルバーさん、編集2009年1月9日放映、視聴率13.6%。 サブタイトル、客演、中村哲夫、蟹江、慶三渡はたるくぼみや、三条美きみやの息子、小林正弘ひみやの息子の妻、若林志保吉村秀樹、石橋蓮ん坂下松代から雨めくみつこやや、石井健一イジワルばあさんに、編集2010年4月23日放映、視聴率13.3%、サブタイトル、客演オレオレ詐欺チーム、渡辺一景、 佐藤節次、沢井忠敷、久保大吉、石塚恒子、野際陽子山村元次郎、神山茂青木富也、蟹江一平佐昭登、党の息子、筒井匠山村陽子、川又忍ぶいじわるばあさんさん、編集2011年1月28日放映、視聴率15.6%、サブタイトル、客円久子、八千草香る不動産夜間部、佐藤 B 作、 渡辺明不動産屋手課、随心洋介、遠山都也、清田とも彦タクシーの運転手、志賀慶次郎消防士、井上智之大月春子、高畑淳子大月さやか、小山由紀つとむの学校の校長中丸、新章愛犬と散歩中のマダム、大島洋子淳一の会社に怒鳴り込む母親、三木美希子、藤枝隆子、勝島幸恵公園での母親、東幸春子側の弁護士、 山本拓也これまでに2回アニメ化されている。タイトルはいずれも原作単行本と同じ、維持、バルバーさんだが、両作品に制作スタッフキャストの面でつながりはない。1970年から1971年に読売テレビナックの制作で日本テレビ系列放送、全40回。1996年から1997年に英検の制作で、 富士テレビ系列放送、全46回、維持、バルバーさんのアニメ第一作は、ドラマ第一作と同じ、読売テレビ制作で1970年10月3日から1971年8月18日まで放送された、全40話。放送時間は、開始当初は、土曜19時30分に十0時だったが、1971年4月以降は、 水曜19時30分から19時56分となった。制作局はユート t だが、日本テレビ系列において、土曜19時30分枠でユート t 制作番組が放送された事例は他になく、水曜19時30分枠に関しては39年後の2010年1月から3月まで、水曜19時19時56分に放送されたユート t 版スーパーサプライズのみとなっている。 ナックの制作した初のテレビアニメである。同じく YouTube 制作だった1967年版ドラマで3代目の、畑野達を演じた、高松茂雄が、原野達の役名で主演している。各話のサブタイトルクレジット部はサブタイトルを読み上げずに、達が、その回のエピソードに関する話題を述べるという他の、アニメではあまり見られない、独特の手法が取られている。 原作のラッシーに相当するキャラクターとして、ばあさんの相棒的な犬のペケが登場する。最終回の翌週は、プロ野球中継だったが、当時の新聞のテレビ欄では、雨川さ番組として、維持、悪ばあさんと記載されている。未放映の回は存在したのか、放送済みの回の再放送の予定だったのかは不明。関東地区では、終了後に日本テレビの夕方枠で何度か、 再放送されたが、1970年代後半以降は全く再放送されず、映像ソフトも一切発売されていない。ただし、YouTube の開局50年を記念して関係者に配布された読売テレビ50年社史付属の DVD には、第1話の一部が収録されている。2010年11月に日本テレビ系、ドン、番組内、今日は、 何の日のコーナーで、長谷川町子美術館がオープンした日が特集された際、本作の映像の一部が流された。キャスト、編集他スタッフ、編集主題歌、編集オープニング、意地悪マーチ作詞、滝田淳、作曲、ヨセフリーブマン、歌、佐藤ベベ1967年のユートブ版、テレビドラマ主題歌、意地悪るばさんの歌の旋律を転用して、歌詞を全面変更、 解題した、エンディング、サスライの意地悪ゲリラ作詞、作曲、ナグモ修司歌、佐藤ベベレコードが発売されており、後年発売されたアニメソングのコンピレーションアルバムでも何度か収録されているが、主題歌の意地、バルマーチはレコード製造が確認されておらず、未だ CD 化されていない、格割スト、編集2本立てで放送。 水曜時代の1971年4月以降は中断が多くなっていたが、これはプロ野球中継のため、当時のプロ野球放送枠は20時21時26分だったが、日本テレビは前年の1970年より水曜のプロ野球中継を19時21時26分と2時間半に拡大していた。しかし自番組、新、お化けの9太郎のヒットにより、 翌1972年より、元の20時21時26分枠に戻した。放送局、編集、イジワルばあさんのアニメ第2作は1996年4月19日から1997年6月13日まで、富士テレビ系列で放送された。全46話、放送時間は当初、金曜19時から19時29分であったが、テレビ朝日。 ドラえもんの裏ということもあり、視聴率が伸びず、1996年8月から関東広域圏のみのローカル枠となる金曜日17時30分から18時に移行し、ほとんどの地域では7月19日放送の第9話で終了した。当初は7月26日にもナイター中継、阪神対巨人戦の雨傘番組として放送が予定されており、 同時ネットで放送された福島テレビの番組欄でも7月26日に最終回マークがついているが予定通りに試合が開催されたため7月19日放送分で終了した。第38話からは FNN ニュース555ザヒューマンスタートに伴い金曜日17時25分から17時55分と放送開始が5分早くなった。なお、 この版の放送期間中は一貫して、ローカルセールス枠のため、特に、テレビ長崎では、金曜19時代前半枠時代においては、長崎県提供の行政広報番組が、自社制作枠として編成されていた関係から、土曜18時代後半枠で放送されていた。主人公の名前は YouTube 版アニメと異なり、原作に準じて、一割以下となっている。性格は原作に比べると、 かなりマイルドになっており。番組ラストのフォーマットは、金曜19時代は、ストーリー直後に、意地、悪クイズの問題を出した後に、CM エンディング予告、意地、悪クイズの答えだったが、金曜17時代移動後は予告の直前に、出題されるようになった。これに伴い、予告の締め台詞も、次回も見ないと、意地悪しちゃうぞ。から、次も見ないと、意地悪するよ。 に変更された。この、意地、悪クイズは、あるもののシルエットを映して、それが何かを当てるものだが、答えを発表するときは必ずシルエットが、天地逆になって、予想と違うものになるというパターンだった。YouTube 版と異なり再放送の実績は、地上波、衛星放送を問わず解無である。また、サザエさんや YouTube 版アニメと同様に、映像ソフト化はされておらず、 東映ビデオ発売の英検 t v アニメ主題歌大全集にも未収録となっている。キャスト、編集他スタッフ、編集、長谷川町子美術館主題歌、編集オープニング、イジワルバーサン作詞、作曲、森幸きの城、歌、王様、レーベルマイナスファンハウススラップスティックが歌う1981年のフジテレビ版主題歌、イジワルバーサンのテーマを、 王様がカバーしたものが起用された。ただし、歌詞は、ローラースケートを、ローラーブレードにするなど一部変更されており、曲名もタイトル中運で、いじ、わルバーさんとされている。エンディング、裸の王様ぐるぐる作詞、作曲、歌、王様、レーベルマイナスファンハウス、王様のオリジナル曲、裸の王様ぐるぐるで、オープニングはこのシングル CD のカップリング曲として、 収録されている。劇ともの作曲は、和田薫で、ファンハウスから主題歌の他に、い地ワルバーさんオリジナルサウンドトラックが発売された。同じ長谷川町子原作、英検製作のアニメ版、サザイさんの o p 映像と ED 映像では、歌詞テロップが一切表示されないが、本作のオープニングとエンディングでは、歌詞が表示されていた。放映リスト、編集2本立てで放送。 放送局、編集、謎本ブームの火付け役となった、磯野家の謎を上司した、東京サザエさん学会の3冊目の著作、掲載誌の発行元である毎日新聞社から、刊行されているが、2002年に、脱合マニズム宣言事件で著作権法第30条に、基づく漫画のコマ引用に関する判断基準が、明示される以前の刊行であるため、 磯野家の謎と同様に原作のコマは一切使用されていない。1994年には NECPC-9800 シリーズ対応のデジタルブック版も発売された。ありがとうございます。